休館日。ということでですね、ついに完成しました。リュウジのマジスパイスです。これね、どういうことかっていうと、俺前にね、堀西さんのね、そのスパイスの紹介したのよ。で、あまりにもうまくと感動して、俺もこういうの作りたいなと思って、食っちゃいました。だから、堀西リスペクトです、これ。で、まあ、特徴としては、基本的に何にかけてもうまいっていうような、スパイスね、塩入りのスパイスを目指しました。すごいね、たくさんスパイスが入ってるんだけど、一番特徴的なのが赤しそが入ってるのね。乾燥の赤しそ。赤しそを使った、スパイスってそんなになくて、で、これ調合も全部自分でやりました。赤しそ、まあ、食塩、赤しそ、ローストガーリックパウダー。これもね、ガーリックパウダーとちょっと違くて、焦がしニンニクのパウダーなのね。これも、やりました。で、ブラックペッパー、ごま、粉末醤油、ガーリック。このガーリックはローストガーリックとまた違うガーリックなんですよ。で、唐辛子、チキン香味調味料。まあ、チキンパウダーだね。マジョラム、オレガノ、コリアンダー、油、米油ですね。タイム、ローストオニオンパウダー、パセリ。まあ、あと、アミノ酸も入ってるんだけど。この、何種類も入ったこのスパイス、やっと完成しました。パッケージングできました。はい。で、これね、まあ、売っていこうと思って、みんなにも食べていただこうと思ってるんで、売っていきたいと思うんですけども、多分、まあ、1本、700、800円ぐらいの、ものになると思います。かなり勉強しました。利益、ほぼないです。すいません。で、これ、もう本当に、家で使える調味料として、作ったんで、マジでね、時間かけた。もう、かなりの、時間が、かかってるんだけど、まあ、ちょっと振ってもらって、で、これで超下げるの。めちゃくちゃ。味的には、赤しその爽やかさとごまがちょっと効いてる。うん。で、あと、ローストガーリックパンチね。で、今回は、これを使って2品、ちょっと作り方紹介したいと思います。まず、1つ目、エッグポーク。ね、目玉焼きだね。目玉焼きにかけるだけで、すごく美味しいんだけど、まあ、肉とも相性がいいぞっていうことを、伝えたいんで、大体、どれぐらいだろう、100グラムぐらい？そうですね、100グラムですね。まあ、切っていきましょう。で、ここに、下味として、リュウジのマジスパイス。これをかけていきます。こま肉でも美味しい。パラパラっと。で、下味の後に、これね、肉焼くときは、すごく、気をつけてほしいんだけど、これ肉を焼くときに、下味、そして、最後に振りかける、分も残しておいてほしい。あくまでこれ、下味ね。で、軽く、油引いて。これちょっとね、みんなに食べてもらおうかな。軽く油引いて、エグじゃねえ、ポーク。まあ、ベーコンエッグの豚バラ版だね。これはね、肉単体でも美味しいし、目玉焼き単体でも全然美味しいんだけど、まあ、せっかくだったらね、お肉と卵と相性がいいですよってのをみんなに、教えたかったんで、エッグポーク。何十種類もの、スパイスから厳選して、これは他の、スパイスにはないなっていう味付けまで、やっとこぎつけた。非常によくできたスパイスだと思います。焼けたら、ここに落として、エッグをね、豚バラの油で焼くのもうまいんですよ。火力落として、で、まずはまあ下の面を焼き上げる、ね、肉も広げつつ、毎日のこのまあ普段使いの調味料に使ってほしいなって思って作ったんです、これ。味付けがね、すごく、悩みますっていう人が多かったんで、この中で、このスパイス塩っていうのは、やっぱり、カテゴリーが結構ね、違ってて、味の表現がね、スパイス塩なんで、結構ね、広く取れるんですよね。だから僕なりのを、作ったら、喜んでくれるんじゃないかなと思って、今回調味料。だから、今後僕のね、動画とかにも活用できるような、最高の調味料を作ろうと思って、やりました。ちょっと蓋をして、少し軽く揚げて。
でスパイスなんでこう強火でガーッと焦がす と、スパイス自体焦げちゃったりするんで下味に軽く、振って、後からかけるっていう手法の方が僕は好きですね。これね唐揚げとかももちろん美味しいんだけどこの後やるんだけど今回日本仕立てなんでね、ハンバーグは多分どこの店よりもうまくできるこの、スパイスだ。もちろんステーキとかもすごい美味しいし僕今までカレーとかパスタとかいろいろ出してきましたけど本気度的にはこれ、かなり高いです。朝までずっとスパイス舐めてこれになったから本当にこれ本当です。フライドポテトとかでも美味しいしでも基本的には何でも美味しくない。この動画最後まで見た方がいいです。次のハンバーグやばいから。あ、いいですね。ちょっと白身も固まってきましたね。でここでリュウジのマジスパイス、ここで好きなだけかけます。濃い味が好きな方は結構かけちゃっても全然いい。これです。マジポークエッグうまいよこれ。焼いただけの目玉焼きと豚バラです。めちゃくちゃうまそう。はい、これなんかうまそうだ。俺写真撮ろうと思う。めちゃくちゃうまそう。じゃあ食べてみてください。いただきます。最高的。最高。ちょっと焼けてますね。いただきます。召し上がってください。いただきます。あ、うまっ。うん。あ、めちゃめちゃうまい。うん。あ、うまっ。やばっ。あ、うまっ。うまっ。やばっ。ちょっと待って、これやばいぞ。これ、酒。これ、とんでもねえもんできちまった、これ。これうまいぞ。うまっ。めっちゃ香りいい。うん。あれ。待って。そう想像以上にうまかった。待って、ちょっとオイスパイス。ちょっと待って。そう、塩気がもうちょっと欲しくて、オイスパイス。これはうますぎる。あ、めっちゃうまい。やばい。あー、やっぱりやばいね。これやばいな。ちょっとここ行っちゃいますか。めちゃくちゃうまい。赤しそだっけ。赤しそ、なんかちょっと最後にあっさりした雰囲気。そう、なんか、ガーリックが入ってるから、うんうん、なんかそのガーリックがめちゃくちゃ強いのね、うんうん、ガーリック、ローストガーリックパウダーそんないっぱい入ってないんだけど、うんうんうん、なんか、かなり支配しちゃうから腸、うん、を取るために赤しそを入れてる。あ、いや、めちゃめちゃ正解だね。多分、ね、どこにもないスパイスに仕上がってると思う。香りがめちゃめちゃいい、うん、こういう系のスパイスで最後あっさりで終わるって、うん、なかなかなくない、うん、そうだね、なんか、うん、結構下に乗る感じで終わるんだけど、うん、かなり調和が取れてるはず、うんうん、スッと消してくれる流しそうかね。そう、これね、後日なんだけどスパイス屋さんに作ってもらってるのこれ、うんうん、でそこのスパイス屋さんはいろんなスパイス出してる、うんうん、なんだけどそこの社長が、うん、これは本当によくできてるっていう風に言ってた。はい、うわー、うまいな、これ。これうまいじゃん。もう一個、もう一皿欲しい。そうだよな。ちょうどいい分量が出るようになってたね、これね。すごはい。やば。次は、ハンバーグです。ハンバーグ。ハンバーグ。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ、お願いします。これはね、お肉とかさ、お肉以外でもそうなんだけど、食材と合わせた時に進化発揮するっていうやつなんで、すごく簡単です、これ。僕はね、1人前140で作ってるんで、まあ、280g だと2人分。1人分の場合は、半量で全部やってもらっていいから。この、スパイスがめちゃくちゃうまいんで、卵入れません。肉の旨味をすごい引き立ててくれるんで、このマジスパイス。小さじ2杯の、このマジスパイスを入れます。1人前に小さじ1杯ぐらいね、はい、卵入れない代わりにマヨをなんか小さじ4杯ぐらい。でこれで、しっとり柔らかくなります。で、玉ねぎ 30g ぐらい入れたい。でこれで大体 30g ぐらいかな。おろし玉ねぎです。普通のハンバーグでも使えるんだけども、おろしにするとなんか火の通りの心配がないから全部お肉と馴染んでくれるんで、なんか細かくする必要がない。なんかおろしの方が簡単なんですよね。なければサラダ油でいいんだけど、ラードこれ小さじ2杯入れてください。油っ気があった方がうまい。
これ小さじ1杯で2杯。胡椒とかいらないです。なんでかって言ったらもうスパイス入ってるから。でパン粉です。パン粉大さじ2杯。パン粉大さじ2、手早く混ぜます。これね、冷蔵庫から出したてのお肉がいいんでね、ハンバーグ作る時手早く混ぜ、あ、だから肉今冷たい状態。玉ねぎねちょっと入れた方がいい。やっぱりなんかおろし器がなければ全然あの細かいみじん切りにもいいんだけど、最後にまたマジスパイス入れるんだけど、しばしうまい。切って、でハンバーグってなんか冷たい状態でやらないと油が流出しすぎるから。これなんでやるか知ってる？中の空気を抜いて、あのね、割れないようにするため。はい、こんな感じね。でもう一個、フライパンはちょっと温めてます。で、これ盛り上がるんで、まあ、ちょっとね、平らにしておいた方が、まあ、なんかへこませなくてもいいんですけど、平らにしておいた方がいいです。で、これ結構ボリューミーなハンバーグになる。ここからでもね、香りがいい。この香りがすごくいいんです。中火ぐらいで焼いていきます。卵もいらないから、今卵高騰してるから、卵の代わりマヨネーズ。このハンバーグおもうね、めちゃくちゃびっくりするうまい。焼いてる途中に、蓋をして、蓋をすると中が蒸されて、この生焼けのハンバーグのところに火がじゅわっと通ってくから、あマジで本気で作ったんで。あとね、他のやつもうまい。チャーハン作ってもうまいし、パスタ作ってもうまいし、何でもうまい。卵かけご飯もうまいし、何にでも合うように作った。本当に多分結構革命的な調味料になる。堀西さんのスパイスすごく美味しかったんだけど、やっぱ僕も料理人なんで、料理人であり料理研究家なんで、本当に負けないようなものを作ってと思ってるんで、なんかぜひ比べてみてほしいなというふうに思います。で、まあ、弱中火ぐらいでじっくり焼いてった方が美味しくできます。ハンバーグはね、生焼きは、ね、もう本当にご法度なんでね。普段使いとして一つ持っておくとすっごく役に立つ。そろそろひっくり返します。いい焼き色ですね。いや、やっとできたよ。俺もうね、相性がすごいのこいつがね。めちゃくちゃうまいもんができて、もう出来上がった時に本当に最高の調合ができましたっていうふうに言ったんですよ。本当に自信あります。でもやっぱり自分のオリジナルブレンドを作るっていうとなかなかね、難しいところもあったんですけども、なんかみんなの食卓に置けるようになるべく安くっていうふうにやりました。まあ他のカレーもそうだし、ソースもそうなんだけど、かなり値段は落としてると思います。はい、はい、こんな感じです。美味しそうじゃん。こう食べます。マジスパイス少し。これで上から香るハーブ、スパイスの香りも。できます。僕の、人生一番美味しいハンバーグです。マジハンバーグ。じゃあ召し上がってください。いただきます。ありがとうございます。でもハンバーグでスパイスって言ってちょっとまだ持ってますよね。あんま想像つかない、ね、いただきます。いただきます。あ、うまい。うまっ。うーん、うますぎ。やはりか、ちゃんとスパイス感じるね。スパイスでしか味付けしてないの。すごいな。すごいな。そう考えると。そう、まあマヨネーズとかは一応入ってるけど、まあ俗に言う調味料はこれ。これ塩コショウも知ってないんだよね。すごいな。同じ味付けなのにさっきと全然違う。いや、マジでうまいな、これ。うれえな、マジで。めっちゃあっという間にできたよ。そう、あっという間。玉ねぎおろしてぐらい。うまいな。すげえ。後からソースとかなしだもんね。後からソースなしです。はい。てか、スパイスでしかない。すごいな。醤油とかもないし。
なんかあれみたいステーキハウスとかで出てくる感じの味付けっすよね。そう、俺もこれでハンバーグ作った時にやばいなと思った。単品のあのスパイスも掛け合わせてるし、複合スパイス、ミックススパイスも使ってるのよ、はいはいはい、要はあのよく俺が使うミックススパイスでいうとウンシャンフェンとか、うんうんうん、あのガラムマサラとか、うんうんうん、そういったものもあの少量入ってたりして、めちゃくちゃ複雑な味わいになる。キャンプでハンバーグ作れちゃう。キャンプでできる。ソース余裕でできる。ソースいらない。いらないいらない。フライパンいらない。そっか。そう。すごやば。だから網焼きでハンバーグできる。うわ最高じゃん。ちょっとお金払うと今売ってもらっていいですか。欲しいだろ。欲しいだろ。まあ社長が独自にやってるから我々もいくらなのかとか全く分かんない。もうちょっと前てんじゃない。ちょうど見つかるし。でなんか 80g とかもできたんだけど、うん、いや 100g でしょと、うん、っていう風になって、かなり使える。かなり使えるよね、うん、かなり使える。本当にステムバッグに入れときたくない。どっかの時これとか追いがけでいけるでしょ。追いがけでいけるね、この大きさ。追いがけでいける。マイタバスコ的なならのマイスパイス、マイスパイス、マイスパイスね。でパラッとね、あの普通に味付けしてある肉とかでもパラッとかけるだけで全然違うから、うんうん、まあそうだね。でもまあキャンプのっていったら多分ヒーローになれんじゃねっていう。そうだね。シソの香りが若干ハーブっぽいですもんね。そう、あだからね、ちょっとちょっと洋の感じも出せてて、で多分ね、肉の臭み消しとしてはもうこれ1本で絶対できる、うん、だからニンニクとかいらないっていう。あ、そうか、めっちゃうまいこれ。直前にかけてちょっと揉み込んで焼いてかけただけだから。あ、そっかそっか。そうだから、バーベキューの肉なんてのは余裕です。やばいね。最近剥がしてね、自分で調合したんすね。それはよかった。別に買ってくれやいいよ。これもそれ持ってこれ作ってきたんだよ。俺が調合したんだよ。ということで、多分今日発売されると思うんで、ご興味のある方は、概要欄で。で、これカレーとかと違って、あの冷凍便じゃなくて、あの通常の配送でできるから、送料も多分ね、結構安くなってると思うから。まあリュウジ3つも見てるから、かちょっと買って使、あのなんか試してやろうかなっていう気持ちで全然いいです。はい。で、買って肉にかけて、焼いてもらって、リュウジのスパイスはどんなもんかなとっていう感じでちょっと試していただければなんだと思いますんで、でも多分絶対うまいって思うと思います。はい。なのでよろしくお願いします。